婚約破棄は密愛の始まり、訳あり公爵と純真令嬢、星に。悪役令嬢っぽい作品で一本なんか書いてくれない？適当でいいからさ。という依頼に応えて作ったようなとても気の抜けた作品。田舎の領主の娘の貴族が主人公。その娘はその土地のもう一人の領主の息子と婚約して、婚約の報告を王との知り合いの家に行ったらそこにいたクズメスに。婚約した領主の息子が5秒で惚れて、彗星のような速さで主人公と婚約破棄をする。そこに彗星のように現れた細長イケメソがいきなり主人公に接吻をして、そいつが権力と金を持っている細長イケメソだという感じ。なぜこの細長が主人公に惚れたのかの理由も不明確だし、出会って5秒で主人公のことを婚約破棄するクズオスも、チャラすぎるし、展開がぶっ飛びすぎていてついていくのがやっと。この後、どう見たって地雷な、どこに惹かれる要素があったのか一切不明なクズメスと元婚約者のクズオスが音楽性の違いから解散したいみたいな感じの流れになって、クズメスを捨てて、やっぱ自分、主人公のことが好きっす、いいっすかみたいなクズムーブをかまして、なんやかんやあって、主人公を貶めたクズは全員ざまあして、主人公と権力者の細長は幸せなキスをして終了という、こんな感じのシナリオの流れでオナシャースってされたシナリオに、無理やり沿って作ったやっつけ仕事がすがすがしい漫画、ためになった、面白かったと思ってくださったらチャンネル登録よ。